夢見る黄金地球儀は東京草原社から刊行されたカイドウ・タケルの小説。カイドウ・タケルの作品群の舞台になっている架空の都市、桜宮市を舞台に桜宮水族館の別館、深海館に飾られている黄金で作られた地球儀強奪をめぐる騒動を2点3点としたストーリー展開で描いた著者発のコンゲーム小説。なお、 ナイチンゲールの沈黙からの主要人物も主人公達と関わる形で登場している。著者の作品群において医療を題材にしない作品は本作が初となる。ジェネラルフィーバーが一段落した頃、街道作品はミステリーじゃないという声があちこちから聞こえ始めたが、そんなことはないと思っていたので、一度きちんとしたミステリーを書いてみたかったと述べている。 執筆時の BGM は、サザンオールスターズ、希望の鉄、サザンオールスターズ、勝手にシンドバット1988年、桜宮市にふるさと創生事業の一環で1億円が交付された。その使い道を委ねられた、桜宮市役所管財課は試行錯誤の末、日本部分が黄金でできた地球儀を作り、その黄金地球儀を飾るため、 桜宮水族館に最近見つかった新種の深海魚、ボンクラボヤを目玉にした桜宮水族館別館、深海館を建設し、黄金地球儀は同館の目玉展示物となった。だが、時代の移り変わりとともに深海館の人気が落ち始めるようになっていた。時は流れて2013年。平沼鉄工所の営業部長。 平沼平介のもとに8年前に姿を消した友人の久光ジョージが突然訪ねてくる。かつてジハード・ダイ・ハードを合言葉に小さな違法行為で反社会的行動を共にしていた久光は平助に黄金地球儀を盗んで1億円を手にしようと持ちかける。当初はあまり乗り気でもなくしぶしぶ協力することになった平助だが平沼鉄工所が 桜宮市役所管財課と結んだ、不利益な契約を境に、黄金地球儀強奪計画が動き出す。しかし計画を実行に移し始めた途端、予想だにしない出来事が、次々と平助たちの身に降りかかる。平沼鉄工所が懇意にしている困りごとを全般に、受けを安全保障事業。4S エージェンシーの名称は、 サヨシークレットシステムセキュリティの頭文字を略したことに由来する。黄金地球儀強奪を計画したタイラス家たちに知恵を貸すようになる。桜宮氏が交付された1億円で購入した5 0ラムの金塊を用いて作成した直径7 0トル、壁高2 5トル、総重量8 0ラムの地球儀。べて黄金仕様にする予定に反して金塊が、 足りなかったため、日本部分に黄金を使用し、余った近海で、北極点に桜宮市のシンボルマークを埋め込んだもの。ネーミングや大きさ、設置場所、さらには黄金地球儀の管理問題等、様々な難関を乗り越えて作成され2013年に至る。なお、1億円の使い道について議論された桜宮市役所管財課での会議では発案者が、 特定されなかったため、桜宮に伝わる妖怪、ノっペラ同時が発案者といういい加減なものとなり、この件は桜宮市役所管財課のトップシークレットとして市民に公表されていない、平沼鉄工所が開発した発明品、ジェネラルルージュの伝説、カイドウ・タケルワールドのすべて、ありがとうございます。